今日のサブちゃんは前の住人がやってきた第3話でございます。はい、というわけでですね、前回ですね、女性が謎の女性が入ってきてね、なぜやってきたのかわからないまま、いいところで終わってしまうということでしたけれども、読んでいきたいと思います。第3話、それではいきましょう。津田川は外の女を見ると嬉しそうに身震いした。ああ、麗華ちゃんだ、麗華ちゃんが来た。麗華と呼ばれる女は棒付きキャンディーを加えたまま玄関前に立っていた。キャンディーに歯を当てている音が湿った廊下に響いた。彼女の頬の内側でキャンディーが動いているのがわかる。強くなった雨に濡れたせいか不機嫌で挑発的な表情をしていた。それでも津田川は興奮した様子で嬉しそうにしていた。切り揃えられた前髪と爽やかなパープルの瞳が印象的だった。布のバッグを手に下げていて、彼女の細い体には不釣り合いなほど大きな顔のジャンパーを着ている。待ってたよ、麗華ちゃん、ちゃんと来てくれたんだね、待ってたよ。ちょっとこの人の喋り方ちょっと分かんないけど、麗華ちゃんね、津田川か、うるせえな。こんな感じかな。油っぽい顔、あんまり近づけんな。妙に抱く津田川をイラついた表情で避ける。女はヒールを脱ぐと濡れた足のまま部屋の中に入ってきた。俺の顔を見ると不機嫌そうにため息を吐いた。タオル、タオル。麗華と呼ばれる女は明らかに俺を見ながら言った。もうこんな足元が濡れてるんだから言われなくてもタオルくらい出せよ。なんで俺が知らないあんたにそんなことを。は？まったく最近の男は女の扱いも知らないのかよ。もっと気使え。麗華は部屋の中に歩みを進め、脱ぎっぱなしにしていた俺の T シャツで濡れた足を拭いた。噛み砕かれて消えたキャンディー、残された棒をゴミ箱へ捨てた。キャンディーの棒はゴミ箱へ入らなかったが、麗華は拾おうともしなかった。礼儀はなってないやつだ。そしてカバンから新たな棒付きキャンディーを取り出した。津田川、先に来てたのか。はい、なるべく早めに来ようと思って。麗華は津田川に視線を合わせず俺の方を見ていった。あんたが後藤だろ。麗華はキャンディーを口の中で舐め回しながら俺をあたい踏みするように見ていた。あなたは誰ですか。津田川さんの彼女ってわけでもなさそうですし。私が津田川の彼女？はあ？バッカじゃないの。次にそんなこと言ったらこれを鼻の穴に突っ込むからね。麗華は唾液で濡れたキャンディーを俺へ向けた。それじゃ一体、まさか。そのまさかだよ、後藤。私は津田川の前にこの102号室に住んでたの。やばやば、もういっぱい来るじゃんこれ。つまりこの部屋の前の前の住人ってわけ。麗華はこの部屋に入ってきて初めて微笑んだ。前の前の住人。俺の肩に手が置かれた。振り返ると津田川がうなずいていた。後藤、そんな物騒なもの持って突っ立ってないで、なんか飲み物でも出してよ。あ、ごめん麗華ちゃん、この中華包丁は俺のなんだ。後藤君がなんだか勘違いして興奮しちゃってさ。どうでもいいからなんか酒ちょうだい、喉乾いた。うわ、わかりました、今すぐに。ほら後藤君、包丁置きなよ。津田川は俺の手に自分の手を添えて津田川は俺の手に自分の手を添えて中華包丁を手放した。へえ、随分と綺麗に使ってるじゃない。津田川の時はもう少し汚かったけどね。前に来た時は彼女がいてこれ前に来た時は彼女がいてこれかよって正直思ったけどね。勘弁してよ麗華ちゃん、あの時はもう彼女の最後と会ってなかったんだから。いや、ちょっと二人とも待ってくださいよ。なんで普通に上がり込んでるんですか。ここは俺の。俺がそう言いかけた時、麗華が津田川を睨んだ。津田川、まさかあんたまだ説明してなかったの。え、だって後藤君が話をちゃんと聞いてくれないし、どういうか悩んでたら後藤君が焦って勘違いしちゃって。私が去年この部屋に来た時も津田川って鈍かったよね。私が分かりやすく話してんのに吐きながら泣いてるだけだし、だらだら涙も鼻水も垂らしてさ、
ガチで汚らしいったらなかったよ。それは違ってリカちゃん、俺は後藤君に何回も促してるのに自分から言わないんだよ。しかも俺が持ってきてあげた中華包丁で俺のこと脅すし、まったく津田川がちゃんと伝えないからでしょ。私が来た時みたいにちゃんと順序立てて話せばパニックにでもならないし、こっちが被害を被ることもないんだから。だからそれは俺だってやろうとしたんだって。また言い訳ばかり。ちょっと待ってくださいよ、さっきから何を言い争ってるんですか。俺に関係がある話なら俺に分かるように言ってくださいよ。ほらね、こうなっちゃうでしょ。後藤は今ただでさえ普通じゃないんだから配慮しなよ。何のために年食ってんだよ。レイカはイラついた表情で再びキャンディーに歯を立てた。それはそうかもしれないけど、俺だって孤独にストレスがかからないようにと。ほんと津田川って使えないよね。ストレスなら大いにかかっていた。二人の会話を聞いていると胃が反り返りそうになる。もしも津田川が本当にそう思っているのならコミュニケーション障害という他にはない。じゃあ私がここへ住んでいた時の話でもするかな。少しは私たちに共感が持てるでしょう。レイカさんがここへ住んでいた時、うん、さっきも言った通り私は津田川の前にこの部屋に住んでたの。今からもう2年以上も前の話になるんだけどね。レイカはそう言って大きく息を吐き出した。私今は夜のお店で働いてるんだけど、ここに住んでいた当時は普通の OL だったんだ。 OL その見た目でって今思ったでしょ。ちょっと待って、これ2年前の私の画像。レイカはカバンからスマホを取り出し操作するとスクリーンを俺の方へ向けた。そこには鮮やかな髪に血色のいい顔を色したレイカがいた。撮影者の方を見て柔らかな笑顔を見せている。この画像を大事に撮ってあるということはレイカにとって思い入れのあるものなのだろう。これなら OL も務まるでしょう。確かに。まあこの頃は何にも知らないただの小娘って感じだけどね。幸せそうな顔して。お、俺はこの頃のレカちゃんいいと思うよ。うん、すごい素敵。津田川はスクリーンを覗き込むと嬉しそうにうなずいた。津田川が良くても私は無理。口を開くな。それで。ああ、ごめん。私はそもそもこの部屋に半年しか住まない予定だったの。だって女の一人暮らしって1階に住む理由もないでしょ。不動産屋に割安で紹介してもらってね。その間にお金を貯めてもっといいところを引っ越すつもりだった。でもね、今思い返しても不思議だったな。特別なスキルも実績もない私が新規事業のメンバーに選ばれたり役職が上がったりしてさ、そのおかげで知り合ったベンチャー企業を経営しているハイスペック彼氏までできて、将来は一緒に経営に参加してほしいとか言われちゃってさ、二人でお金貯めたりどんな仕事をするか話し合ったりして楽しかったな。すっごく調子が良かったの。この部屋自体が何かパワースポットなのかなって思っちゃうくらい。津田川さんと一緒だ。でもそれってあなたも一緒でしょ、強盗。この部屋に住んでからずっと調子が良かった。違う？俺は麗華の問いかけに答えることができなかった。そう、全てが順調だったの。全てが。私ね、その当時付き合っていた彼氏と半同棲みたいになってこの部屋からお互いの会社に出勤したりしたんだ。私が彼の部屋に泊まりに行くこともあったけど、ここの方がお互いに会社近くてね、よくそのキッチンで二人分の料理作ったりしたな。レイカは懐かしむようにキッチンを見つめていた。でね、プロポーズしてもらったんだ。ここから引っ越したら結婚して新居なんて、ジューンブライドとか勝手に想像して盛り上がっていたけど、もう少し早く行動できればよかった。あと少し、もう一日でも長く彼と一緒にいたい。その思いが手遅れになってしまった。今でも後悔してる。何かあったんですか？バカなの？話の流れから想像できるでしょう。さっき見せたスマホの画面もその彼が撮ってくれたので、つまり別れた。全く津田川の言う通りね。この子本当に事の重大さに気づいてない。まだ泣きながら布団に詰まっていた津田川の方がマシだわ。だろ、
そうだろ、後藤君っていまいちはっきりしないんだよね。津田川、お酒のおかわりちょうだい。話してたらさらに喉が渇いた。あ、はい。いや、だから俺に何を言わせたいんですか。津田川は俺の話を聞かずに冷蔵庫の方へと歩いていった。その時、ピンポーン、また部屋のチャイムが鳴ったのだ。俺はその音の余韻を鼓膜に残しながらただ立ち尽くすしかなかった。またか。はい。なんかね、ちょっとずつ分かってきたね。そのなんか、その前の前の前の住人がやってきたってことで、なんかこの家には前の住人がやってくる理由があるみたいですね。で、それが津田川もそうだけど、何かやったんだろうね、自分が何か罪みたいなのを犯して呪いみたいのかけられてんのかな、みんな。次誰が来るんでしょうか。まあ多分そろそろカンタ君出てくるんじゃないかなっていうぐらいですよね。はい。で、ことで第3話こんな感じでございます。では皆さん、第4話でですねお会いしましょう。またねー。